女王陛下の外務 A 連邦開発大臣は、イギリスの外務 A 連邦開発省の名がたる国務大臣である。一般にフォーリン・セクレタリーと略され、他国の外務大臣に相当する。グレートオフィスオブステートと呼ばれる、イギリスの内閣の中でも重要閣僚ポストの一つでもある。イギリスと諸外国との外交関係、イギリス連邦諸国及び地域、 海外領土に関わる事項に加えて、海外におけるイギリスの国益の増進を担当する。また、秘密情報部及び政府通信本部を監督する行政上の権限も有する。現在の外務、英,英連邦、開発大臣は、議会会員の庶民院議員リズ・トラスで、2021年9月にボリス・ジョンソン首相により任用された。イギリスにおいて、 セクレタリー・オブ・ステート・フォー・ホーリン・アフェアーズの職は1782年の政府再編により創設され、北部国務協と南部国務協がそれぞれ内務大臣と外務大臣になった。セクレタリー・オブ・ステート・フォー・ホーリン,アンドコモンウェルズ・アフェアーズの職は1968年に従来の外務大臣と英連邦大臣の職務が一つの章のもとに統合する形で設置された。 インド省は外務省の前進機関の一つであった。外務 A 連邦開発大臣は内閣の一員であり、グレートオフィスオブステートと呼ばれる重要閣僚ポストの一つとみなされている。大臣の執務拠点はホワイトホールの外務 A 連邦開発省内にある。その他、首都ロンドンのカールトンガーデンとケントのチーブニングに大臣皇帝がある。ありがとうございます。